ストありがとうございます。今日は夏バテ防止予防のレシピを作ります。皆さんどうも、おかみです。今日は豚ヒレ肉のピカタを作ります。材料はこちらです。それではヒレ肉を切っていきます。ヒレ肉は余分な筋や脂を落としたら1センチくらいの厚さに切っていきます。はい、切り終わったらちょっと包丁の背でちょっと叩いて伸ばします。はい、こんな感じで伸ばし終わったらコンソメまんべんなく振りかけます。塩コショウ軽く振っておきます。そうしたらこれをひっくり返します。はい、そうしたらもう一回裏も軽く叩いて伸ばします。残りのコンソメを振りかけます。裏面にも塩コショウします。はい、そして小麦粉を軽く振りかけます。あとで衣の付きがいいように。はい、できました。ボウルに衣を作っていきます。卵、薄力粉、粉チーズ、水です。でこれをよく混ぜます。はい、混ざりました。フライパンに火をつけます。オリーブオイル。はい、フライパンが温まったら焼いていきます。はい、この生地の中に豚ヒレ肉を入れて卵の液をつけたら焼いていきます。火加減は弱火です。はい、こんな感じで今半分ぐらいフライパンに入りました。これで裏表焼いていきます。はい、ひっくり返します。おお、いい感じ。うん、美味しそう。裏側も焼いていきます。火が通っているか確認してみます。と切ってみますね。うん、大丈夫ですね。火は通ってます。はい、そしたらこれは一旦お皿にあげておきます。はい、こんな感じで残りのお肉も全部焼けました。卵のやつも全部使い切りました。ちょうどぴったり。これももう全部焼けたので盛り付けます。いただきます。じゃあまずそのままいただきます。柔らかくて美味しい。コンソメと塩コショウの下味がしっかりしてるから美味しいですね。次ケチャップでいただきます。うんうん、もちろん美味しい。じゃあ次マスタードでいただきます。おいしい。豚ヒレ肉は脂が少ない赤身のお肉で夏バテ予防にぴったりの栄養素もたくさん含まれてます。とっても簡単なので皆さんぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね。バイバーイ。